口めっちゃでかいな。今日は旭川に来てます、はい、旭川ということはもちろん旭山動物園、はい、行きます。それでは今から行きましょう。いい天気やな今日。めちゃめちゃよ。初めてのデートして動物園行ったもんな。行ったの。ちょっとドキドキしてたの。まだおもろ。ありがとう。旭山動物園。いらっしゃいませ。もぐもぐタイムが始まるよね。11時半から。めっちゃ広い。オラウータン発見。なんと食べてるだろう、うん、思ったよりでかい。手すごない。なあ、手足みたいな。今日はジャックがいるって。オラウータンジャック、うん、この子。それでオラウータンのもぐもぐタイムを始めていこうと思いますですが、やっぱり、ね、主に植物を食べると。大体で餌としては野菜と果物が中心になるんですけど、葉物だとか根菜類だとか貝も類にネギ、セロリ、ピーマンにフルーツ好きなんですけど、でフルーツ好きでよく食べるんですが、そればっかり食べてるとやっぱり栄養偏るんですね。ということで、おお、登った登った、頑張れ。悩むやん。すげーすげー。豚もだね。怖ないんか、あいつ。俺の全部を見て。すげえ、片手でぶら下がってる。すごいすごい。運動神経抜群やん。すげえ、こんなとこにすごい、どんどんぶら下がって、恥ずかしい。おお、ほほー言うてる。30度。暑いな。暑いなー。1時やもんな。一番暑い時。暑いしな、水分取らない。無心で水も、うん、方向音痴の高広に地図持たせたらな。あかん、ね、うわ、いっぱいいるやん。日陰でみんな寝てます。ぐったりしてる。あっち中入れるんか。あ、チンパンジーいた、ここに。バレたか。めっちゃ賢いこのチンパンジー。こっちこっち。いつも正反対行くもん。着きましたか。あ、ここや。あっちや。すごいっすね。お。どこどこ。お前鼻開いてる。すごいな。でっか。あ、フクロウや。あ、寝てる。首動いた。寝たふりフクロウ。寝たふりフクロウ。最大級の空のハンター。お、動いた。お前ね、お魚あっち行ったら終わりのやつじゃん。
クマに狙われる。オープンしたところね。そう。綺麗。めっちゃ綺麗。なんで光が変な大きいな。大きい。怖いな。やば、広ここ。すごい。知れとこね。あ、すごい。近くで見たらでかい。角大きいな。かわいい。うわ、白フクロウこそなんかハリーポッター的な。うまい。白フクロウ。エドウィグやったっけ、ハリーポッター。北極キツネやってる。北極にキツネいんねや。あ、いた。寝てる。ふさふさしてる。来た来た来た。あれ？サービスショット終わり。ジャパン、キン、ジャパン。暑いしな。お、馬来た。入る、入った。すごい。暑いもんな。入りたいな。泳いでるわ。ほんまや。気持ちいい。ふうって感じ。うん、登れ。お母さんも泳ぐ。でっかいのある。あ、出た。あ、うまい。うるさいなって。こっち寝とんねんって。昼寝邪魔されるの一番嫌。確かにな。オオカミかっこよかったな。の、でも日本で一番最初にいい肉なった動物らしいって。うん、人間の手でな。うん、猛獣か。トラやで、トラ。ああ。あのウルトラ。あ、いた。でっか。寝た。ゴロンした。伸ばしてる。気持ちよさそう。特等席。ライオンのたてがみは首を保護する役割になるんで、闘争の時に。へー、元気な。響くな。うん、マギことあそこ。起きた？マイペース。起きた？キャベツの時間だ。アタコの牙ですね。ちょっと変わった形をしているのがわかるかなと思うんですけれども、アタコの牙はですね、一生伸び続けます。なので。
って削るんですけれども、メスの場合はですね、そんなに大きく伸びないんですよ。オスの場合はすごい大きく伸びるんですね。で、これ伸びすぎるとですね、この上の唇を突き破って牙がここ出てきちゃうんですね。野生ではもう突き破ってしまっているカバもいるので、そんなに問題はないんですけれども、動物園ではですね、傷口からですね、バイキン入って病気になったりするのとかを防ぐためにですね、伸びすぎた場合は、ちっちゃなノコギリ使って歯を削ってあげます。めちゃめちゃ出たね。一緒のことずっとしてる。かわいすぎ。あ、来た。すごい。なんでここで拾ってて。でまた。グリーン足が出て。ベントです。すごいよ。あ、これグルーンのとこ。そう。楽しそう。楽しい？優雅やな。なんかほら。カバはとても強いので、ライオンの群れは群れさえほとんど襲ってきません。カバにとって唯一天敵は人なのでしょうって言って。あかんやん、こんなに可愛いカバさんやのに。でかっ。この足可愛い。可愛かったカバ。の。でっかいかった。でかかった。ここブチブチやった。うん、口めっちゃでかいな。でも愛らしい、なんか。ペンギン行こう。はい、ペンギン行こう。おーい。おーい。何してんの？なんかこれ見ただけで涼む。うまい。かわいい。来たね。めっちゃ早い。めっちゃ早い。気持ちよさそう。マイペース。速攻。下にある。だいぶいたで、滞在時間。長かったな。大満喫した。全部見たもんな。全部見た。ちょっとあっちの方行ってないか。鶏の方。ちょっと暑いし、かき氷食う。かき氷食べたいな。みかん買ってきた。はい、ありがとう。あ、めっちゃみかんや。いいね。食べてみて。めっちゃみかんやで。うん。おいしい。うまっ。あ、生き返るわ。はい、車戻ってきました。はい、楽しかった。うん。なんかちゃんともぐもぐタイムも楽しかったし、うん、動物についてもいっぱい知ることできたし、勉強にもなったな。ほんまに改めてこう絶滅とかそういうのとかもな、うん、大事にしなあかんなって。あとやっぱり癒されたな。可愛かったな、うん、カバ。飼育員さんにめっちゃついていくんです。楽しかったな。1000円で十分遊べたな。確かにな。ここ日本最北の動物園なんやで。知ってた？あ、そうなんや。そう。久しぶりに動物園満喫しました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次の動画も見てください。せーの、 Thank you.